はい、良い子のみんな、お相撲は親御長のお兄さんヘビリンだよ。チェックというわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンザーマスはよ、お元気にしてたザーマス。さあ今日もヘビ蔵のお待ち遠さま、お相撲今日の親御長、このトーニョインプやろって、そういうこと言っていけないザーマスって、これだけ言ってもわからないお客様ダメよっていうわけでございましてですね、今日もラジオ配信に入りたいと思います。もう前回のね、続きから入ります。企画は誰だのシリーズに入りまして、小錦が巴富士に負け連敗した本当のわけについてお話をしていきたいと思います。さあそれではですね、今日もお客様のお耳を拝借いたします。番組スタートです、よろしくどうぞ。というわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンザーマスはよ、お元気にしてザーマス。いやーもう本当にね、少し涼しくなりましたけどもね、またなんか暑くなるということでですね、ちょっと気をつけないといけないザーマスはよ。というわけでございましてですね、今日もですね、過去の、ヘビリンのですね取材記事をお話ししていきたいと思います。小錦が巴富士に負け連敗した本当のわけについてお話をしていきます。前回の話から、いや遠回りになってしまう、これは誠に申し訳ないが、とにかくそんな背景があって小錦は5月場所を迎える。大相撲不安の大品種を買ったように、小錦の初日の対戦相手は武蔵丸で、3日目は明け物だった。武蔵丸は3月場所の無気力相撲の相手であるし、今や日の出の勢いの明け物もどういうわけか、小錦が相手の時には前場所からきし元気がない事実がある。そして初日から4連勝。私たちは場所前の人種差別発言にかこつけた横綱昇進転廃宣言もあったから、このまま小錦は横綱になってしまうんだろうなと考えていた。ところが5日目、小錦はガチンコ力士の串間海に一瞬待ったかのような戸惑いを見える立ち合いから、一旦西土俵へ押し込んでいったものの、土俵際で逆転の小手投げを食らい、バタリと先に落ちてしまう。若田からの藤島勢と串間海のガチンコ力士に中盤までどれだけ星を落とさずに行くかが小錦にとっては大きなキーポイントと見られていただけに、中途半端な立ち合いのこの一番は何といっても小錦にとっては痛い一敗だった。小錦はこう言う。待ったかと思った。なのに行事も止めないし、際どい相撲だったのに物言いもつかないんだもんな。取り組み後、小錦は思わずこうぼやいた。しかし13勝2敗までが昇進の最低条件と言われていた小錦にとって、本当に痛かったのは翌6日目の巴富士戦であった。小錦にしてみれば、この6日目の巴富士の星は当然白星を変えると踏んでいた。小錦の立場に立てばそう考えるのも無理はない。巴富士は九重部屋の力士で、千代の富士の愛弟子である。1月場所と今回の5月場所と、ただ一人だけ2度の無気力相撲を指摘されている疑惑の力士である。同じ高砂一門であるし、千代の富士の現役時代には小錦は何度も星を回して千代の富士に協力をしてきた。特に今場所は横綱昇進がかかっているのであるから、これまでのいきさつからして協力をしてくれるのは当然だろう。ところが巴富士は小錦からの注射をあっさりと断ってしまう。しかし巴富士に小錦からの注射相撲を許さなかったのは、現役時代散々小錦に注射を打ち続けてきた当の千代の富士九重であるから、これは角界全体が呆れ返った。親しい某古参力士なんかは呆れるのを通り越し、あの野郎なんて自分勝手なやつなんだと、先輩の九重親方を野郎呼ばわりして激怒していた。なぜならば千代の富士九重は小錦戦を前にして、わざわざ巴富士にこう言った。小錦に勝ったらお前に50万円をくれてやる。その時巴富士は、今場所勝ち越したらにしてくださいと言ったといいます。確か千秋楽の日でした。 NHK のテレビ中継でもこのエピソードをアナウンサーが話していました。例によって師弟の間の美談仕立てにして話すものですから、私たちは皆腹を抱えて大笑いをしていました。その後、巴富士は13日目に三杉里に給金直しの星を譲り、協会から無気力相撲と指摘される。三杉里は千秋楽までにさらに勝ち星を重、ね、2つ重ね、初の敢闘賞を受賞する。一方、巴富士の方も千秋楽にはめでたく8勝7敗までこぎつける。きっと親方から50万円もらえたことでしょう。
一方小錦は親御長相撲を断られてショックだったのだろうか。巴富士に負けた後、相撲がガタガタになり4連敗してしまう。4連敗ではもう人種差別も減ったくれもない。横綱昇進は完全に絶望であった。それを見定めたかのように、9日の理事長懇談会で出羽海理事長佐田の山は5日目串間海に敗れた後の小錦の待ったかと思ったというぼやきをやり玉に挙げてきつい一発をかます。自己弁護だか何だか知らんが、小錦はあまり喋らないことだ。負けを相手のせいにするな。普段の稽古が足りなかったんじゃないか。とりあえず頭の痛い日米摩擦を回避して留飲を避けた様子がありありだった。この懇談会はなかなかの見物であった、というわけでございました。いかがでございましたでしょうか。次回はですね、トカゲの尻尾切りをする千代の富士についてお話をしていきたいと思います。さあ、いかがでございますでしょうか。今日はですね、お相撲読め話ということで、これといって特にありませんが、八百長は仕方がないとかですね、言っている、バカクソパイク、クソバカパイクは失礼いたしました、おくそおバカパイクの人たちが、おくそおバカお相撲おファンの方たちがですね、たくさんいらっしゃるみたいでございますけど、そういうのはちょっとほっといてですね、相手にしないということで、ね、モンゴルは仕方がないとかって、お前お朝鮮人だろって、こういうふうになるわけじゃん、まずはね、日本の親お朝はダメだけどモンゴルはしょうがない、すごいこと言い出すますわよ、お客様、お相撲のファンの人たち、とうとう馬脚表してるざますわよ、このバカ相撲ファンたち、ね、日本人はダメだけど、モンゴル人はしょうがない。お前、どこの味方してんだ、お前、日本人じゃないだろう、ってこういうふうになるわけざますわね、間違いないざますわ、お朝鮮人ざますわね、きちんとね、そこは見分けないといけないざますわよ、日本のお相撲ファンはそういうことは許しませんということで、私はちなみにお相撲ファンじゃありませんけどもね、はい、そういうわけでございましてですね、もう今日はお時間がございません。もうそれとお相撲バカ相撲ファン、バカ相撲ファンのお話もあまりしたくありません。事実あ過去にあった記事だけをね、きちんと報告をさせていただきます。さあ、それではお客様にご挨拶しておきましょう。姉ちゃん見てるか、今日はどうもありがとう。はい、それでは川原さん、お元気ですか。うちのですね、ひやつき親方がですね、けん玉をやっておりますね。パシッと1回で決めるというか、ギリギリで決めてるみたいですね。決めたようなふりをしてる、一発で決まったぜとかって偉そうなこと言ってるけど、あんなのただギリギリでやっているってだけの話さますわね。ああいうのはね、もう本当にね、けなしてディスるのが一番いいざますわよね。その続きですね、はい、愛国さん、おコメントありがとうございます。松千山様、おコメントありがとうございます。はい、瀬戸内さん、お元気でいらっしゃいますか。お仕事、ご多忙の様子と思います。どうぞお体ご自愛ください。マサピー、お元気かしら、ママ上よ、ね、お体ご自愛するザマスはよ。さあ、あと他にもたくさんたくさん、あとサウスポーさんですね、おコメントありがとうございます。はじめまして、どうもこんにちは。お相撲というのは様々なですね、利権が絡んでいます。利権が絡むから興行というものであって、見えないところの利権というのがうごめくから、この人はいいけどこの人は悪いという形になるんざいますよね。要は悲喜というか、いかにその お相撲さん力士の後ろ盾がその教会にお金を落としているか、または怖い存在感を示しているかということが、その力士を救えるか救えないかの一つです。ですから、政治家だとか宗教家とか暴力団とか、そういうのがくっつくんです。それだけでございます。さあ、それではですね、今日のお話はこの辺にしておきましょうか。はい、エンディングでございます。花田勝氏がやっぱりこのなんざいますの、やっぱりこのウルフの時代っていうのはこれひどかったんざいますけど、白鵬ちゃんの時代もめちゃめちゃだったざいますわね。八百長のままなきゃぶん殴るっていう、なんかぶん殴るというかぶったたくっていうですね、そういうことをやっていてもなんざいますの、これもう日本が弱体化していて、もう乗っ取られてる状態ざますでしょ。お茶屋とかお朝鮮とかね、でその後ろ盾を持っているのがモンゴルざますわね。ですからモンゴルの言うこと聞かなかったらお茶屋からお金流れてこないざますわよ、ね、もちろん懸賞金なんかのね、お朝鮮企業なんかもね、絡んでこないざますわよ。ですから言うこと聞かなきゃならなくなる、これ日本が総じて貧しくなったっていうことざますわよ。よろしいざます。日本のお金持ちトップ10全員お朝鮮ざますわよ。考えてみてくださいね。何ですか、ソフトバンクだとかなんとかユニクロだとか、みんなお朝鮮ざますわね。そしてですね、日本人が真面目に働くものをお朝鮮の人たちが搾取する、
この御在日システムという支配システムに、これ許したバカ日本人が悪いんだ。今こそ日本人は戦わないとダメザーマスけども、日本人はもう戦えないザーマスはね、ヘビリングは戦ってるザーマスけどもね、お客様も戦えるんだったら今のうち戦っとかないと死んだ時に後悔するザーマスはよというわけでございまして、いかがなものかと、とにかくお相撲は親王朝というわけでございまして、また次回私が殺されなければお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。